はい、どうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日はワンちゃん用のリュックおすすめ3選ということでお伝えをしていきたいと思います。最近結構買われる方多くなってきたと思うんですけど、もう5年10年前と比べるとかなり増えたと思う。そうですよね、うん、お出かけ、まあ、旅行に行ったりとか、まあ、散歩にも使うってこともできると思うんですけど、うんうんうん、最近だとね、災害時のために用意される方も結構いらっしゃる、うんうん、いらっしゃいますね、うんうん、こうワンちゃんをこう背中で背負って、うん、あとは飼い主さんの荷物だったりワンちゃんの荷物を両手で持つっていうのが結構ね、うん、災害時にも使える。で、日常使いももちろんお散歩だったりお出かけに使えますので、ぜひ今日の動画参考にしてみてください。ではまずエアバギーのリュックからご説明をしていきたいと思います。でエアバギーってね、よくベビーカーとかワンちゃん用のペットカートでも結構有名なので、ご存知の方多分ね多いんじゃないかなと思うんですけれども、実はリュックも出してます。まずね、見るからに結構デザイン性がいいというか、ね、かっこいいよね。かっこいいですよね、うん、なんか安定性も高い、うん、あ、そうですね、自立もしっかりしますね。もうこのまんま置いてても大丈夫だし、あとここにね扉が実はあるので、うんうんうん、ワンちゃんもこの立った状態で、あ、なるほど、うん、出入りできるっていうのも一つ特徴です。これ実はサイズが2つあって、うんうん、これは今レギュラーっていう小さい方ですね。ワイドサイズっていうのがこちらになります。基本的な寸法っていうのはこの奥行きとか、うんうん、高さはねほぼ一緒なんですけど、横幅が広くなります。このくらいの大きさになると、うん、2頭とかでも、うん、小型犬2頭は全然いけると思います、うん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 、でこのワイドサイズになるともう耐荷重15キロまでいけちゃうんですけど、うんうんうん、ただ耐荷重なので、うん、中に入れる容量的にはだいたい8キロとか9キロのワンちゃん1頭か、うんうんうん、もしくは3キロとか4キロのワンちゃんが1頭ずつ、あ、2頭ってことね、うん、2頭入るっていうのもいけると思います、うん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 、お客様でも2頭入ってくる方いるけど、うん、全然安定してるよね。安定してますね、うん、結構騒がしいタイプのワンちゃんとかでも、うん、全然苦なく背負って、うんうん、美容室とか来てくれるなっていうのは感じるよね。そうそう、美容室これでね、うん、リュックで来る方も多いですね、うん、エアバギーのリュックは通気性がすごくいいと思います、うん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 、結構メッシュだもんね、うん、そう、この、まあ、これ実は今カバーがついてて、このカバーをねくるくるっと丸めて止めておけるんですよ、はい、でこうすることで見えますかね、こう一面こうメッシュになって、で反対側にもこの上半分こうメッシュになってますので、通気性がかなり取れてます、うんうんうん、実はねここも取れます。こう開けてあげることで、まあ、トップのところも全部メッシュになってますので、まあ、3方向でメッシュになっているので通気性がかなり良くなります、うんうん、ワンちゃんも見えるから安心だよね、うん、そうですね、だから飼い主さんがいるところではこれ全部開けてあげて見通しを良くしてあげた方がワンちゃん安心すると思いますし、うんうんうん、他のワンちゃんがいるような状態とか怖がりなワンちゃんとかだと逆にこれ閉めてあげて、でここも締めてあげることで極力空いてるスペースなくして不安を和らげるっていうこともできます。でね、このメッシュがね特徴なんですけど、うん、よく見ると二重になってるの分かります？分かります、うんうんうん、ちょっとこれね動画だとお伝えできないと思うのでちょっと写真うまく撮れたら出しますけど、うんうん、ワンちゃんのリュックって二重になってるリュックってほとんどなくて、うんうんうん、結構ねここはしっかりこだわってるところかなと思います、うんうん、あともう一つ推しポイントというか、うん、こだわってるのがここでこうやってね開けて、うんうん、ワンちゃんそのまま歩いてどうぞって入ることもできるんですが、一番の特徴というかすごい好きなところが ここの底の部分ちょっとだけこう傾いてるんです、うん、今大げさに言ってますけど、うんうんうん、こういう風に傾いてます、うん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 、でこれなんでこんな傾きしてるかっていうと、人間がリュックを背負った時ってこんなまっすぐ立たなくて、うんうん、ちょっとこうなるんですよ。こうなることを前提に考えて、うん、こう斜めにしておけばこうなった時にワンちゃん自身がまっすぐ立てられるっていう、担いでる時にまっすぐになるように崩されてるんだ、うん、そう、はい、なるほどなるほど、そうなんです。で自立して立ってる時は、うんうん、まあ、そこまでね極端な傾斜つけてるわけではないので、うんうんうん、まあ、その時も特に普通に生活はできるんですけど、うんうんうん、特にやっぱり背負った時のことを考えて傾斜をつけてるっていうのが結構特徴ですね。すごいな、うん、この底の部分も実はマジックテープで外せちゃいます。こんな感じで、もし万が一ねこの中でおしっこしちゃったりとか、うんうん、吐いちゃったとかそういう時でも簡単にお手入れができるようになってます、うんうんうん、でこういうねショルダー用の部品もついてるので、こうやって普通に背負って使うこともできるし、このショルダーの紐、うん、分かんないわショルダーのこの部品を使って肩掛けですね、うんうんうん、こんな感じで
肩掛けもできますし、こうやって前抱きもできますんで、3通りの使い方ができるようになってます。でもちろんこの上の部分のメッシュも開きますので、上からの出し入れもできます。首輪とかハーネスに付けられるリードも1本ついてますので、この長さ調節もできます。でこのリュック結構収納も多いよね、うん、収納多いんですよ、この前面のところ、うん、で中にも一応収納ポケットが、あと横 500ml のペットボトル2本、あ、なるほどなるほど、あとここも実は開くので、うんうん、小物をちょっと入れたりとか、うんうん、お出かけ時なんかだとワクチン証明書とか、うん、あ、いいかもしれないですね、書類系も入れといていいかもしれない、ね、はいはい、実はねこれもう全部これ外れちゃうんですけど、これをこうちょっとポーチみたいにして、あ、なるほど、はい、これ使わない人も結構 いるので、うんうん、上ちょっとオープンにしておきたいっていう人は、うんうんうん、使わなかったらこれをまあ、お散歩バッグとか あとはカートとかにカチャってつけてしまえばポーチにもなりますので、はい、あとね細かいところで言うと、中からねワンちゃんがガッて無理やりこじ開けれないように、このファスナーがもう全部のファスナーそうなんですけど、紐を使わないと開けれないようになってるんですよ。あ、いかないいかない、全然いかないですよね、全然いかない、このワンちゃんからしたら中からこうこじ開けようとしても動かない、うんうんうん、あのロックファスナーっていうのがついてますので、はいはいはい、飼い主さんが開けるときは簡単に開くんですけど、うんうん、ワンちゃんは中からは開けられないという、なるほど、そういう細かいところまで結構こだわって作っております、うん、色はレギュラーは3色ですね、このブラックとデニム、このベージュという色もございます。でワイドサイズに関してはこのグレーとブラックの2色です。ちょっと今お店にブラックがないので、まあ、全く同じ色味になります。はい、では続いてモンベルのドッグキャリングパックという商品になります。モンベルっていうと、うん、キャンプとか登山とか、ね、アウトドアのね、うん、人用のメーカーっていうイメージが強いと思うんですけど、実はワンちゃん用の商品って結構販売されてて、これはワンちゃん用のリュックになります。さっきのエアバギーさんのリュックとちょっと形とか仕様も意外と結構似てるところが多いんですけど、大きな違いはやっぱりまず見た目の色っていうところと、ちょっとね収納関係のこの前面が特にちょっと違うのと、あとモンベルのリュックにしかないちょっと機能があります。はい、サイズはこれが M サイズ、こっちが大きい方の L サイズですね。これもさっき あのエアバギーと一緒で小さい方大きい方で横幅が広がる感じですね。でモンベルの方はちょっと高さが少し高くなりますね、うん、そうだね、少しだけ、はい、で色は L サイズの方はこの青一色なんですけど、 M の方だけはグリーンがあのこういう色のありますので、 M サイズは2色展開になります。店長はどっちが好きですか、色で言った。やっぱグリーンかな、この明るいっていうか、なんていうか、はいはいはい、こっちが好き。この間のライブで青が好きって言ってたから、いやいやこれはねちょっと青と言ってもちょっと好きな青ではないのよ、うん、そっか厳しい、うん、あ、そうかそうか、僕はね、うん、これ好きなんです、この青が好きなんです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ店長の好きな、はい、緑の方で説明しましょうか。 ありがとうございます、はい、気分上がりますねエアバギーさんと一緒で、実はこの底の部分ちょっと傾けてます、うんうんうん、はい、これは同じ理由ですね、うんうんうん、はい。でさっきのこのエアバギーにない機能っていうのが、このサンシェード、日差しを遮るこのシェードをつけることができます。ちょっとね実際つけてみましょうか。止めます。こんな感じで、うん、シェードがつけられます。あれだね、カバンが帽子かぶってるみたいなちょっとシュールな感じだけど機能性いいんだね。そうなんですよ、うん、さっきのエアバギーだとこうカバーついてるじゃないですか、トップ、あれがないので、なるほど、はい、まあ、その代わりというか、モンベルのリュック買う方ってアウトドア好きな方多くて、うんうんうん、登山にワンちゃんと一緒に行くっていう人もいらっしゃるんですよ、はい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 、その場合に登山だとやっぱり日差しが強かったりとか、うんうんうん、夏場なんか特にね、あの太陽が高く昇るので、うんうん、その時に真上からの太陽光は防いで一応通気性は確保するということで、うんうん、こういうシェードございます。このメッシュもすごいよね。このメッシュはね、うん、いいんですよ。これちょっと実際お店にね触れる機会があったらぜひ触ってもらいたいんですけど、うん、メーカーさん曰くこれめちゃめちゃ引っ掛けに強いらしいです、うん、まあ、その辺はねやっぱりアウトドアグッズを専門にね、うん、作ってるモンベルさんならではのその技術力を使ってきてるなっていう感じはすごくします。でこれもやはりここ全部オープンになります。これちょっとね惜しいなと思うのが、くるくるっと巻いて止めておけたらいいんですけど、それがないんですよ。なるほど、なるほど、それはないんですけど、オープンにしてワンちゃん入ってねっていうことはできます。この中のトレイもこうやって取れますので、トレイだけにね取れるのね。あ、はい全然そんなつもりなかったんですけど。いやでしょうね
で上もフルオープンになってリードもついております。でモンベルのリュックもファスナーはロックファスナーついてます、うんうん、このモンベルのリュックも結構収納豊富に入りそうだよね。そうですね、この辺も何でも入りそうだし、間もこれ収納なんだよね。ここが、はいね、タオルとかなんかいろんなもの入りそうだよね。ここそうなんですよ、うん、でここの紐で長さ調節できるんで、そんなことまで、はい、あとは横にこのペットボトル、そうですね、500ミリペットボトルが2本、はい、人用ワンちゃん用とそれぞれ入れられると、うん、まあ、山登らないけど登りたい気持ちにはなるねそうですね、うん、はい、では最後アイドックのオープンフェイスバックパックという商品になります。もうこれはね見るからに、うん、かわいい、犬用のリュックってわからない感じですよ、うんうんうん、まずこの大きな穴、これがワンちゃんの顔が出せる窓っていう、そこちょっとね可愛らしいポイントですよね。そうだよね、うん、やっぱ多分これ担いで街を歩いてた、うんうん、あワンちゃんが中にいてね、うんうんうん、担いで歩いてたらみたいな、絶対いや絶対二度見されちゃう、そう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 、うん、可愛いって言われる感じの、うん、もうそうそうそう、うん、もうそうなりたい人はぜひ耐荷重が7キロまでっていう風にメーカーさんはなってるんですけど、イメージちょっと7キロはまず入らないというかきついと思うんですよ。きついだろうね。で、どうですか4キロとか3キロ、まあ3から4キロまでですよねって感じで、ね、やっぱ体格はちょっと個体差あると思うから、まあ、そのぐらいなんじゃないかな。そうですよね、サイズもねこれしかないんですよ、ちょっとワンサイズ で、うん、でワンちゃんはここから出入りをします。結構大きく開くので出入りはしやすいんじゃないかなと思うんですけど、でちっちゃめのリュックなんだけど収納はできる限りつけましたっていう感じだよね、うんうん、そうですね。ここもここでも結構入りそうですね、入りそうだよね、はい、横にもこのようにあのサイドポケットのような形があるので、あ、まあ、こちらも、まあ、飲み物とか、はい、そういったものは十分入れることができると思います、うん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 、ちょっとね試しにねハーフちゃんに入ってもらって担いでみましたけどこんな感じですね、はい、でもあれだねかなり軽い、うんワンちゃん入ってても、うんうん、元のこのリュック自体が軽いんだと思うんだけど、うんうん、全然辛くはないね。一応ねあのワンちゃん顔出して歩く場合はなるべく前抱きの方がいいかなと思います、うん、後ろ抱きで、まあ、万が一ね出てしまっちゃうと良くないので一応ここに絞りがついてますので、まあ、出ることはあまりないと思うんですけど、あの実際使う場合はあの前抱きで使っていただくといいかと思います。それからもう完全に絞っちゃってワンちゃん顔出さないようにするかですね、うんうん、あなるほどなるほど、うん、はい、先の2つの商品とは違ってこうロックファスナーとかではないんですけど、その分ね結構価格を抑えてリーズナブルに、作ってるというような感じですね。で色はこの2色展開です、ブラックとベージュ、でどちらもねちょっとパブリック調というか可愛らしい最近の流行りの色かなと思います。アイドックスはね結構頻繁に色柄あの新作が出るので、ちょっとこの色がねずっと販売されてるわけではないと思うんですけど、今あの割と最近出てきた商品なのでおすすめの商品になっております。はい、ということで今日はリュックの紹介をしてきたんですけれど、これから春のシーズンということで、まあ、お出かけの機会なんかも今後多くなってくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。